ランドリールームには、シンクなどが備え付けられたものもある。ランドリールームランドリールーム、または洗濯室とは、衣類の洗濯、乾燥を行う部屋である。現代の住宅における、ランドリールームでは、通常、全自動洗濯機や衣類乾燥機が備え付けられている。ほか、セーターなどの繊細な衣類を手洗いする洗濯置やアイロン台が備え付けられることも多い。また、収納キャビネット、 衣類を畳むカウンターテーブル、スペースがあれば小さなミシンなどが置かれることもある。北、アメリカではランドリールームの設置は一般的である。古い一戸建て住宅では地下に設けられていることが多いが、現代的な住宅ではメインフロアのキッチンの近くや上階の寝室の近くに設けられていることもある。また、ガレージの隣に配置されることも多く、 この場合はガレージから家に入る際の入り口となり汚れた衣類や靴を脱ぐ場所としても使用される。ガレージは住宅の1階部分と床高が異なることが多いためランドリールームを住宅部分より一段低くしてガレージと住宅部分の間の階段を省いたり減らしたりすることがある。北アメリカの集合住宅や寮では多くで共用のランドリールームが設置されており、 居住者は洗濯機や衣類乾燥機を共同で使用している。イギリスでは多くの住宅でランドリールームは設けられておらず、洗濯機と衣類乾燥機は通常キッチンやガレージに置かれている。フランスにはラボアールと呼ばれる衣類を洗濯するための公共施設がある。スウェーデンでは住宅共同組合にテレビアッツシャガと呼ばれる公共のランドリールームが設置されている。 日本では洗濯機や衣類乾燥機は洗面脱衣室、キッチン、ベランダなどに設置することが多い。ただし、近年の共働き家庭の増加により、ランドリールームのニーズは高まっており、キッチンやベランダ、サンルームなどの近くに設けられることがある。洗濯機はどこに置くのでしょうか無印良品の家。2020年8月30日閲覧。ランドリールームで洗濯を楽に。 使いやすい間取りや広さは ?2 も2020年8月30日閲覧。ありがとうございます。